日本の皆様、大高善と申します。今はね、教会の先生を、です。それ、日本をね、1992年、2000年までにね、留学を、もう務めました。鳥取大学医学部で。それ、一旦ね、北京大学を中国に帰国しまして、それで移民、トロントの移民しました。それ大変に神様のこととね、宗教信仰のことは感心しまして、それで、ね、トレントのね、新学院のテンデル・ユニバーシティ・セミナリーで、ね、勉強しました。その勉強中ね、それで失格ね、神様の真の神様の宗の崇拝する失格ね、書きましたので、それで一応ね、聖書の全部の内容をまとめした形で書いたので、それこの詩歌を読んで聞いてたりね、その聖書の何を教えてるのが大体わかります。それでこの周辺の詩歌をね、治療の役に立ちますので、もし何かうつ病とか、それと他のね病気にあったりとかね、この詩歌をね繰り返し読んだら、ぜひ必ず役に立つと思いますので、ぜひご使用してください。今はねこの第6部分章のそれはね、そう、祈りと助け呼ぶの章です。そう、今始めますので、こう留意してください。そう、私の主は、私の人生、人生のあなたの救いを求めるの SOS の信号を送ります。そのあなたは強力ですので、私の欲点はあなたを必要とし、そのあなたは私を教えることができるので、私の無知にあなたを必要とします。あなたは強力ですので、私の無能力、そのあなたを必要とします。そのあなた、私の要望ね、欲はあなたを必要とします。それはあなたの権力です。私の託録、あなたを必要とします。それはあなたの倍ですね。倍です。私の性はあなたの支援ですのです。ですこと、あなたは必要とし、とする。私の不満はあなたの腕をあなたのサポート、つまりあなたは必要とし、そう、私の支配はあなたは快適であることと、あなたを必要とします。私は必死で呆然とげ、あなたは私を統計します。投稿。月々のページですから、私は完全に別荘しますだ。別荘してたら、私の一の親族である。その私の友人は、私のために、貧困から私を残してあります。その私は負担になるかもしれませんので、私の親戚も私を残すこと。Okay? 社会は原因は私のせいから私を放棄することができます。一の私の主は、あなたはいつも私に投稿、私の聖話し、私の窓口、私の修行、私の成功はあなたは必要とします。私の成果はあなたの必要とします。私の名誉はあなたにと必要します。
なぜなら、いい位置のあなたの私をすることが、助けることができる。そう、抑えめで、慎重で、急いでいい意識ができません。それ、謙虚な人であるために、真理を知るために来る人は出会うため。以上で第4章の読み終わりました。ご清聴本当にありがとうございます。もし過ぎてたら、この内容ね、他の人に教えてください。それでもう、もしよければ、このチャンネルご登録をされたら本当に幸いです。本当にありがとうございます。またね。